とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も続けてやっていきたいと思います。パワー1から251まで何時間かかるのか。今、レベルが84。そして、パワーは229です。251がだいぶ見えてきましたね。今日は、まず、ボスを3体だね。残り3体なので、3体だよね。カジバとジーン、そして塔に登っていきたいと思います。で、多分、まだ時間が残るので、アポカリプスプラス25を解放した状態で、タワーに3回行ってみようと思う。そうしたらば、多分251にだいぶ近づけると思うので、では、行ってみましょう。名もなき者来ました。倒していきましょう。やっぱ最初にパワー上げをするっていうのはね、本当に重要だね。うん。まあ、水晶パワーよりも断然強くなってるので、バツね。これで、だいぶ楽に倒せますよね。ポーションバリアでの動きを。はい。では残りはカジバと、ラスボスですね。うん。まあまあ、サクッと行っちゃいましょうか。どんどん行きましょう。カジバのボス。行くぞ。やっぱね、このハーフクロスボウのマルチショット付き、これを入手できたっていうのが一番の幸運だったかもしれないね。これさえあれば本当にどこでも行ける。さすがにラストステージは結構難しいね。うん。さすがにきつい。エンチャの敵がやたら多いのよね。うん。ここはやっぱり難しかった。で、まあ、そう。このエンチャンターよ。エンチャンターがとにかく辛い。しかもこいつが防護付きとかで出てくると、マジでね、詰みそうになる。いや、やべえ。やばい。これね、愛のメダル2つとかでも最後はいいかもしんないね。よし、OK。では、ボス行きましょう。これで251、いや違う。プラス25か。が解放ですね。でも最初からね、25は無理なのよ。うん、絶対無理。なので、タワー、3周いけるね。今回は12、3分でクリアできるので、3周いけます。行くぞ。あー、うまいこと逃げられた。でも、これで終わり。ドラ回復するね。あー、でもキノコ回復しないか。まあいいか。いける。あー、ダメだ。後方打ちできない。キノコが回復しないとちょっと交互に打てないな。 OK。 でももう終わる。よいしゃー。 OK。 じゃあ次はタワーだね。タワー1周目のボスです。サクッと倒しちゃいましょう。まあ全く問題ないと思いますけどね。おっと、若干ミスった。はい、終わり。どれぐらいのパワー出るんだろうね。263出る。アポカリプスプラス25は解放してる。あ、出らんわ。240か。そうか、じゃあタワー行っても別に意味はないね。そうか。なるほど。いや別にいらんかな。いらんな。これでいいや。タワーで上がらないってんならば、もう鍛冶屋に出すしかありませんね。ここに出して、251まで上げちゃいましょうか。うん。上げて、で、それで、アーティファクト取りに行けば、平均251になるでしょう。それでは要塞3周目です。これでもうだいたい終わりかな。うん、1、2分多分残るだろうけども、まあまあ今日も1時間半という感じです。やべ、
結構ね、あの要塞回るのきついんですよ。結構きつい。もう走り抜けるか、メダルを使うしかしか手はありませんね。うん、まあまあ何回かやられても大丈夫なんで、まあギリギリまで走り込んでいく、そういう感じがベストではないでしょうか。危ないぞ。 OK でクリアする前には、パワーを最大に、あっ痛い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 ちゃいけないので、ここでちょっと、装備をね変更する必要があるんだよね。それがなかなかきついですなかなかきつい。やべ、本当にね若干のダメージを食らうともうすぐやられてしまうぐらいの HP なので、やべえな。 OK で装備を最大パワーに、変えてからクリアをします。はい、何ぐらいの装備に出来上がるかな。250、まあ250はないな、50はないけども、まあ240後半ぐらいだったら嬉しい。それでは見てみましょう、どれぐらいいく。おー素晴らしい。あ、249ができたぞ。250、はい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 。これで、あーまあまあまあ247か、うー若干足りない。ちょっと待って、お店を覗いてみようか。240後半ぐらいがあれば、あーでも高えな、高いな。まあまあ時間もここで、終了です。今日で、合計15時間ですね。15時間プレイしました。そしたらば、レベルは87、パワー247まで、上げることができました。おー、いいんじゃない？では次、多分あと1時間あれば、251なりますね。超えるね。はてなはてなはてなを、3回クリアして、その後タワーにまあ 1,2 回登れば、まあ、251は超えると思います。はい、もう終わりが見えてきましたね。はい、今日は15時間経過しました。これぐらいになりましたね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。